はい、皆さんこんにちは。まだシアムステッシで今回のトルコのコーディネーターで、そして、まあ大体6泊くらいにはシワシ県で泊まっているんですね。シワシ県というのはね、まあトルコでは、まあ、大きい町ならね、大きい町なんだけど、でも人口はね、大体36万人ぐらいにする場所ですね。で、この辺りがね、ちょっと空気が薄くなってきたんですね。なぜかというと、今私たちがいるところが、標高がね、1280メーターぐらいですね。だから明日、明後日からまた標高がもうどんどん上がっていくと思います。で、シワシ県は、昔はね、オスマントルコ帝国の以前にトルコ人の作ってくれたもう一つの国家があったんですね。セルチュクトルコ帝国。セルチュクトルコ帝国の時代にも重要な町の一つ目でした。なぜかというと、昔はアジアから始まってきたのシルクロードの一本の道が、このシワス県という町を取って、ビザンチン帝国の首都であるコンスタンティンポールまでについていきました。だからこの辺りでは神学校とかモスクとか、あとは大衆宿がいっぱいがあるわけです。で、シワスという町が最近はね、ちょっとサッカーチームがもう有名になってきたんだけど、結構人気がある町で、あとはトルコ人がシワスという町の名前を聞いたら何を思い出しますか？で、トルコではね、まだペットにとしては犬を飼うという習慣はあんまりないんですけれども、でもトルコの内陸に、つまり標高が高いところに向かった時には、羊飼いに連れてきたあの犬がいるんですね。だからトルコではね、まあ、トルコだけじゃなくて全世界ではね、一番人気がある、つまり一番値打ちがある犬がカンガルーという犬です。だからカンガルーという犬の、で、原産地もシワスという町になります。まだもう一つ目は、トルコではね、いくつかの世界遺産があるんですけども、世界遺産の一つ目はディヴィリ・ウルジャーミというモスクが、で、13世紀の初めにオスマン・セルチュクトルコ帝国の時代に建てられてきて、モスクがここからだいたい 35km ぐらいに南に離れている場所になっております。そしてまだ6泊くらいにはもうこの町で泊まっているんですけども、結構はね、町ではね、若者の方が多かったんですね。で、なんでそんなに若者がいるかどうかと聞いてみたらね、やっぱり大学があるんですね。で、その大学の学生の数がだいたい8000人以上ぐらいです。だからね、この町ではね、その大学生のおかげさまでもちょっと発展してきたと思います。で、あとはもう、そろそろはシワスはこれで終わりなんだけど、明日はね、まだチェックアウトしてもう一つの町に向かいます。エルジンジャンという町です。エルジンジャンという町が、まだエルジンジャンに着いたらまだちょっと話をすると思います。はい、よろしくお願いします。